ジャメブって言って、あ、ジャメブ、びっくりした。で、あげれば、はい、どうも、始まりました。本日スペシャルゲスト、はい、ギタリスト菊池雅之さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回なんですけども、はい、キーワードがありまして、うん、音が速い、お、これを深掘りしていきたいなと。はい、僕よく言ってますもんね。そう、菊池さんから確かによく聞く、ね、これ結構皆さんも聞いたことあると思うんですけれども、どういうことって結局なってる方も結構いらっしゃるんじゃないかなと。あの人何言ってんだろうなってそこをちょっとね、掘り下げていきたいなと、ね、じゃあ早速やっていくんですけれども、はい、今日ね、トゥーロックも用意していただいて、うん、菊池さんの、はい、これも音速いアンプの代表。そうですね、そもそも音速いって何なのかっていうのと、うん、速かったら何がいいのかっていうのをちょっとまずいきたいなと思うんですけど、ね、はいはい、例えば、はい、弦を弾いた瞬間に、はい、こう信号がバーっていくわけですよ。そうですね、バーっていってたどってアンプに行ってスピーカーがこう揺れるものの、はいはいはい、タイミングが極めて一緒、はい、一緒、うん、おお、もうここでって弾いた時に、はい、ここから出てくる音が一緒なの。でも遅いアンプとか遅いギターもあって、はいはいはい、それがいいとか悪いとかじゃなくて、遅い場合はやっぱり一瞬ラグがある。あ、ちょっとちょっとだけラグ、はいはいはい、でこいつ何言ってんだって多分なると思うんだけどでも比べたら絶対に分かるんです、はい、あ、そうなんですね。絶対に分かります。これちなみに今ボスの MS3 ここにいるんですけども、はい、だけですね今だけか、うん、でもこれデジタル処理してるんだけども、うん、全然これは早い状態。早い、うん、お、早い。あ、あ、確かに早い。僕思うんですけども、音が速いやつって、うん、広域がしっかり、なるほどね、パチってこうなんか音が、うん、に存在感があるっていうか、はい、高い音って速いスピードでこう前に飛んでくる、うん、聞こえるからね、先に一番最初に低い音って回り込んでこうやってくると思うんですけども、うん、やっぱりこの広域がしっかりパキッと出るアンプの方が速いって感じやすいのかなって。かもしれないね。かといって痛いわけではないので。そうですね、うん、このアンプで一回ちょっとカッティングとか聞かせていただいても。みたいなね。今回ですね、ちょっと菊池さんにお持ちいただいた中に、はい、ジュゲムストンプスっていう、はい、これ菊池さん監修、はい、僕監修させていただいた、はい、オーバードライブとディストーション、はい、今日ちょっと持ってきました。はい、でこれ今日のキーワード的に音が速いなんですけども、動画の、はい、速いペダルとお伺いしまして、はい、どういうことやろうと思って、ね、いや、まあそもそも、はい、音がいい。あ、はいはいはい、もう絶対、うん、追従性、はい、タッチに対する、はい、のが最初目標だったんですけど、で結果これめちゃくちゃ速くないみたいな。お、これはぜひ発売しようみたいな。あ、そうなんですねちょっとじゃあ早速音を聞かせていただきたいんですけど、うん、はいはい、じゃあこっちの、これなんて読むんですか。これ、ね、読めないよね。ジャメイスブ本当にいやいやもう一回ジャメブって言って、あ、ジャメブ、びっくりした。なんかデジャブってあるじゃないですか、はい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 、見たことある、うんうんうん、それの反対の意味らしいんですよ、どういうことか。見たことないってこと。見たことない、それ普通ってことじゃないですかなんか、うん、知ってるようで知らない。あ、なるほど、うん、オーバードライブといえばこんな感じだよねとか、うん、TSK といえばこんな感じだよねってイメージはあるけども、うん、実際あれこんなんだったんだっけってことかなと思って。あ、なんか知ってるようで知らない。あ、なるほど。じゃあちょっと音を、はい、まあ、これクリーンで、はい、でオンで、おお、早い、早いっすね、うん、これ皆さんわかるかな。なんかすごく僕ここで聞いてて、うん、タッチされたらもう同時になってる感がありますね。いいこと言うね。ああ本当ですか。本当そういう感じ、そういう感じ、うん、そのイメージがやっぱ弾いてるのが直感的というか、うん、気にせず演奏に集中できるというか、はい、早いだけじゃなくて弱く弾いたら、
おお。これ全部ピッキングだけで。おお。ボリュームもいじってないし。はい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 。ピッキングだけでこれだけ変わるっていう。あ、だからそのニュアンス力みたいなところがすごく尋常じゃない。欠けてる。はい。へえ。でさらにボリューム足してったりしたら。はい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 。ほぼクリーン。はい。ディレイなんかかけちゃったら。あげれば。おお、ね、ボリューム落としても上のレンジがそんな減らないというか、はい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 、はい、ちゃんと広域も残りつつ歪みだけ、これをキキさんとジゲムストンプさんで作っちゃったわけですね、はい、ありがたいです、ちょっと試してもらってもいいかな、そのパターン、パターンこれ難しいですね。ちょっとすごくすぐ反応するから、うん、あら一切隠せませんみたいな。そう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 。だから弾くの自分も大変。これプロっぽいつまみのやつだ。ミッドっぽいって言ったらごめんなさい、プロっぽいでしょミッドをねやっぱりどこを強調するかみたいな。あーでも分かるなこれ。なるほどね。でブライトがちょっと上を足す、はいはいはい、あ実用的な範囲内。そうそう、このダークは、ダークはギターのこのトーンをそこにつけたみたいな感じで、はいはいはい、あなるほど、上げるほど絞れていく、はいはいはい、この 3EQ って言っていいのかな、この3つのノブは新しいですでしょ。これがだからこうまた読めない、これなんて読むんだろう、ジャメブ、ジャメブだそういうことか。そうそう、ないでしょ、ない、うん、新しいでしょ。へえ、ちょっとゲームを上げてみよう、うん、結構歪むよ。こんな歪ませたことないけど、でもこれはあんまり歪ませず、どっちでもいいと思う、キキさんとしては、うん、そうね、僕12時より手前だった、手前ぐらいで今、うん、そのミニスイッチがあると思うんだけど、はい、上がモダンで、モダン下がトラッド、多分まあ言ってみれば TS っぽい感じ、下にすると、はい、あ、じゃあちょっとやってみます、あ、これ馴染み深いやつだ、うん、そうそうそう、あれだ、デジャブの方だ、デジャブうまいこと言うねもうこれ使うのはやっぱモダンだな、あ、ほんと、はい、だってこれすごい個性がありますね、うん、そうね、うん、はい、じゃあ続いてはもう一台、うん、いやー、また読めないな、パン、パル、あ、パル、パル、パル、はい、アムール難しいよね俺も読めないと思う。制作者さん、あの上田さん、上田さん、あの前サウンドメッセージであの挨拶来てくださいまして、 あ、はい、ありがとうございます、あの、いや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 、あのご挨拶させていただいたんですけども、はい、音聞きましょうか。そうね、こういうやつ、これはディストーションをちょっと作ってもらって、え、うん、これも早い感じで、めちゃくちゃ早い、めちゃくちゃ早い、じゃあこれもちょっと音を変えてみようかな、ね、うん、一旦原因を落としましょうか、はい、
このまた 3EQ、 これ EQ って言っていいのかな、またちょっと説明をね、はい、ハイカットと、まあ、これ高域がこうだんだんカットされていきましたね。まあ、だからハムの ギターとシングルのギターって、うん、シングルでちょっと痛いなと思ったらちょっと上げ目にしてもらえると綺麗、うんうん、に痛いところをカットできる、カットするっていう、うん、そしてこれはこれが、ランブルって書いてあって、はい、イメージでは、うん、スピーカーの数をこう増えていったような音圧をだんだん上げる、何ちょっともう一回やっていいですか、これがね、でこれちょっとボリュームと追従しちゃうから、はい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 、うまいことやりますね、上げていくとなんか本当に4発のクローズドバックのスピーカーで鳴らしてるような雰囲気だし、下げるとなんか一発になんか近づいていく、それが狙いというか、いやだからすごい幅広く音作れるし、はい、僕は そこが意外と肝かなと思ってて、使い方、ね、あこれいいなやったいいなこれ言われたら嬉しい、いやこれいいな、へえ、そしてディープはやっぱりあの低音ですね、そうね、3時ぐらいが基本ぐらいのつもりで僕はちょっと作ってます。3時が基本、うん、なるほど、減らすかちょっとモアディープか、楽しい、あんまりやんないから今日菊池さんがやらないことは結構やらしてますね、そう俺ゲインマックスにしたことないもんねあとこのスイッチがクラシックな、そう上は僕的にはちょっとそのやっぱマーシャルが好きだから、うん、昔のマーシャルがすごい好きだったから、はい、それっぽいサウンドをちょっと出したいっていうのと、で下はもうちょっとミッドが増えて、うん、ボックスというか意外とぶっとい歪みになりますね、これどっちも面白い、ちょっとボックス系っていうのもすごく僕よくその表現分かりました、うんうん、じゃあ最後に僕があの音作りさせていただいて、はい、いじってね、だいぶヘビーなのやったから、あじゃあちょっとヘビーじゃない系ですか、オッケー頑張ります、まあ、ジャキジャキのジャキジャキ、はい、本日は菊池さんと音速いというコンセプトで、はいね、うん、このジャーメーブとパルアムールを、はい、紹介していただきました、次に出る の名前がまた楽しいですね本日はスペシャルゲスト菊池雅之さんでした、どうもありがとうございました、また動画です。